そばっち、今週のテーマは岩手ネクストジェネレーションフォーラム2019、若者の力が融合し未来の岩手を彩る。岩手ネクストジェネレーションフォーラム2019は、岩手の若者が日頃培った文化芸術の発表の場となってきた岩手若者文化祭と、地域の課題解決を目指して意見交換を行ってきた岩手若者会議が一つになり、次世代を担う若者の新たな交流の場となるイベントです。このイベントをいよいよ今月9日から盛岡劇場で開催します。今回はその芸術活動を行っている若い人たち、あとはその地域活動であったりボランティア活動を行っている若者同士、その異なる分野の若者たちが一堂に同じ場所に会すということで、参加する若者もその予想しないそのいい出会いがあるんじゃないかなと、そういうところが今回のフォーラムの魅力となっています。企画部会ではそのいろんな異なる分野の若い人たちが交流できるようなきっかけ作りというのを現在検討しているところです。今回はストリートダンスや謎解きゲームをはじめ、幅広いジャンルのパフォーマンスや体験型イベントなどが行われます。技術的な面もそうですけれども、私たち県大三佐の魅力は明るい笑顔と掛け声だと思っております。その点に注目してご覧いただけたらなと思います。ぜひ見に来てください。学生ならではの元気さとビッグスマイルで元気を届けたいと思います。ぜひ来てください。今回はスペシャルゲストに田村真美さんと小坂大魔王さんを招いてのトークショー、また若者のエンパワーメントをテーマにトークセッションやパネルディスカッションが実施されます。岩手ネクストジェネレーションフォーラム2019は11月9日10日の2日間の開催です。ぜひお越しください。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。